こんにちは、手作り倉庫です。ワイヤーバッグですね。ワイヤーの入ったバッグとかポーチとかは、皆さんいろいろ作っていらっしゃると思うんですけれども、コメントに、そのフレームを、まあフレームを買ったんだけれども、なかなかいい形にならないんですけれども、どうしたらいいですかというお問い合わせがありました。 まああの今まではあのワイヤーのものはたくさん作ってるんですけれどもあのその市販のものを使ったことがないものですから今回このセリアのワイヤー口金これを使ってその型紙をどうやって起こすかとかポイントですねどういうところを気をつけると形よくなるかということをしていきたいと思います。これセリアで1個100円ででしたですから2個 200, 200円。今あのダイソーに2本で 100円というのがこのあの先日見かけましたのでバい、まあダイソーの方が骨打ちですねまず買ってきましたこのフレームワイヤーフレームをこうして紙に移しますこれも大きさは大きいものでも小さいものでもいいんですけども一応これはまあ参考サイズとして中心が15センチこの 短い方が5センチ角5センチ5センチというワイヤーなんですけれどもこれで説明していきますそしてこの紙にですねこれ紙なんでもいいんですけど広告の紙でも何でもいいんですけどこうして自分の欲しいバッグのイメージをしますねこれ今あのこの高さがだいたい15センチでやってますけれどもこうして少し長い もものもできますねこれあのショールダーバッグとか長いロングサイズで作ってもいいですしポーチでしたらもう少し短めの1 2センチぐらい化粧品とかですよねあんまり化粧品とか入れるのに深いとあの下の方にこう入っていっちゃって使いづらいですからあまり高さのない方がペンとか入れても あまり高さがない方がいいですよねですから使う用途によって高さを決めていくんですけれどもこのフレームによって布のサイズが決まってきますねそしてイメージしましたらイメージから寸法を割り出していきますこれがまあ参考サイズですけど中心が15センチ両脇が5センチ5センチですねですからもうこれで布の幅はもうこれで決まりますフレームの フレームの,その形と形状と長さで布の幅は決まってしまいますねですから25センチというものが基本の寸法になりますそしてそれを型紙に起こします25センチ引きましたそして この高さ,、ね、の高,さ高さが1 5センチこれは一応まあ参考に引くために決めましたけども1 5センチとしましたちょっと深めのポーチになりますねもう少しこうして低いものでもいいですよ1 2センチぐらいだとちょうどこの5センチのフレームですからね短い方が5センチですからまあ 12センチぐらいが限度じゃないですかね。マチがありますのでね。そしてこんな風に型紙を引いていきます。高さは15センチ。そして次にマチですけれども、マチを何センチにするかなんですけれども、ここでは一応このフレームが5センチ5センチですから、マチも5センチ5センチの全体が10センチのマチで書いていきたいと思います。 後ほどいろんなマチであのご説明してますのでとりあえずは同じフレームと同じサイズのマチですから上のフレームをひか開いた時に底の形状も一緒になるということですねまちを5センチにしますと同じ形状で型紙を引いてい,て引い,ていきます。で5センチ足してますよね。 これが2枚必要になるんですけれども、前面と後ろの方ですね。ですから、そこのところで継ぎますけれども、底側の布でもいいんですよ。その場合はそこの縫い代をなくせばいいですからね。そして幅は25センチとしました。下の方を三角にする作り方もあります。そうするともう少し複雑になってきますし、 それをしたことで特別に形がでできるといいうわけじゃないんですねこのののフレームのものはですからまっすぐの長方形なり正方形なりの上の部分と下の底の部分が同じ幅ですから平行線で引いて2 5センチの底部分ですねそして高さが1 5センチとまが5センチそれを足しましてそして縫い代ですけれども上のファスナーの部分の縫い代。 これは 1cm でもこのファスナーの幅をどういうふうにつけるかで変わってくるもんですから大きくなってきますのでどんどんです,ですけれども一応 1.5cm の縫い代にしておきましたこれはもうファスナーのつける部分ファスナーをくたくさん見せてつけたい場合は1 5センチいらないですよね 1cm でいいと思いますけれどもこれは 1.5cm つけておきましたそして両脇に 1cm ずつの縫い代とそこに 1cm の縫い代 そしてその幅ですけれども25センチプラス1センチ1センチですと窮屈なんですねワイヤーが入りますので両側に0.5センチ0.5センチ足しまして一応布の厚みもあるもんですから1センチを足しましたこれはもうそれぞれ布の厚みもっと厚い場合はもう少しあってもいいと思うんですけれどもそれで決めていけばいいと思いますね少ないよりは多少多い方がいいですよね中でこうちょっと動いてもいいので もうギリギリですと布が破れてきますので一センチつけておきました。ですから二十五センチに一センチ一センチの縫い代にプラス遊びの部分の一センチでこれが二十八センチになりますね。布の幅ですこれ。クロスのサイズ、ファ,ファブリックのサイズですよね。そして高さが十五十五センチに五センチの マチがついてそして上のファスナー部分が 1.5cm で底の部分が 1cm ですから 22.5cm これが布のサイズになりますこうしてフレームからそのバッグの大きさのイメージを絵に描いてそして高さを決めてマチを決めて布のサイズを決めればいいですね。 こんな風になっていきます。こうして布が決まりました。そしてこれあの検証点ですかね。あの高さ高さをこのマーチは同じ10センチなんですけれども高さを20センチのもの一番長いのが20センチそして中間が15センチそして一番 背のの低いのが10セ,ン10センチこの布を作ってみましたこれはあのシーチングなんですけどシーチングこれ IKEA のシーチングなんですけども IKEA のシーチングは一番最安値ですよね290円だったと思うんですけど1 m 1 5 0ンチ幅ですからねすごく使えます。見本縫いはこの IKEA のシーチングでやってるんですけどもこれが1 0ンチのもののこれは今のセリアの。 ま中心が15センチ両脇5センチ5センチのワイヤーを入れましたこんな風になりますねですから下も同じ形状ですから開いた時に同じ底も同じものそういう風になってますねそして高さが高いものが20センチ中間が15センチこんな風になりますこんな形になりますこの形参考になさっていただいてそして今の 中心が例えば20センチとか30センチとか25センチとかになった時に、そのマチの形状ですね。横の短い方。それを参考にして、そしてこんな形が欲しいなという時は、今のこの寸法取りの仕方を参考にしていただくといいと思うんですね。これ中間、これなかなか使いやすいサイズだと思いますね。もう少し長いものもありますけどね。長くてもこの底の部分は使う。 用途によってその高さですねあんまり深いと使いづらい場合もありますし一番右の長いものはあのショルダーショルダーにしてちょっとバックにしても面白いですよねリュックサックなんかはこういうバランスで作ればいいと思いますよねもう少しフレームは長くなりますけどこの今の,あのペンシルケースですけどもこの場合はそんなにあのマチがあると。 使いづらいのでこれは3センチのマチだと思いますね1.5か3センチ次にこのワイヤーの長さが25センチ同じ長さなんですけど形状が違うものこれを作ってみましたこちらは、えー、マチマチ部分で短い方が3センチ3センチになってますですから25から6引きますから19センチですよね中心部分が19センチそしてそこマチが 5, センチ5センチの10センチですよねですからフレームの形状よりもそこのマチが大きいことになってますこれフレームは 6cm ですよね幅が 6cm になってますよねそしてそこが1 0センチこんな風になるんですこうしてフレームの形状にそこをまちを大きくするとこうなりますねそれでそうするとこれあのこの場合は 長いものを例えば入れたとしてもそこが短いそこが狭いので入らないですよねですから形状がまあこういう形もいいわという人はこれもいいと思うんですねですからフレームの形状に対して底待ちを少し大きめにするというこれがやっぱりあんまり形が良くないという原因の一つだと思います。あまりいいいい格好にならならですっていうのののはここ底底待ち底待ちちがこの 横の小さい方のけ長さよりも大きいマチを作った場合、その場合ちょっとなかなかいい形になりにくいですよね。で次にこの丸いような形、これは同じや針二十五センチなんですね。ですから同じバッグでこのワイヤーを入れても入りますよね。こうして入れてみました。これあのちょっとゴミ入れ、ゴミ入れな車のゴミ入れなんかにも。 いいいいじゃないかと思いますけれども、ね、ワイヤーの端はしっかりあのテープで巻いとくといいと思うんですけどもそしてこマジックテープかなんかでパチャッとしてでこれあのひもか何かつけてスーパーの袋がスッと入るようにしたらなかなかおしゃれなゴミ入れになり,なりそうな大きさですよね。こんな風の形状も、まあ、あのハンバーワイヤーでしたらこんなもできますよね。そして同じ先ほどののの番最初のセリアの ワイヤーと、あのフレームと同じものなんですけど、これ、これを。少しハの字型。外側に開いて。そして、ハンガーワイヤーで、こうして作った場合。これもありですよね。こういう形状の。ワイヤーフレームも売っていると思いますね。ちょっこれをちょっと入れてみます。一番長い。二十センチの高さのものに入れてみますね。仕上がりが二十センチの高さですよ。これ。 こんな風になにりますこれもなかなかこれはこれでいいですよね。あの旅行の5センチと下のまの5センチ5センチ1 0ン,ンチが合ってますのであの入れるものもまあ入り口のものと揺り口とそこが合ってるというか無理がないというかですねそういうことになりますね。 次にあの中心中心この中間ですが高さが1 5センチのものと同じ大きさの布で作ったこちらがマチが底を1 5センチ7センチ5 m m 7 c m 5 m m の 15cm とそれから3センチ3センチの 6cm そのものを作ってみました。 そしてこれ入れてみますこれフレームはこれセリアのフレームですねこうして底の上の形状と底の形状がちょっと違うですから上はしっかりこう5センチで開いて大き,大きくかばって開くんですけどそこが少しあの底が狭いっていうかねそこが少ないっていうかそしてこれは極端にまちを多くした場合です これやってみましたのねこれはそこが1 5ンチの町があるもんですから同じフレームですよこれ同じフレームですセリアと同じフレームでもこんなに違うんですまでまの大きさでこんなにも違ってくるんです布の取られますのでこれはこの右今持っているものは町の布でこの布を取られて 取られてやります。削られちゃうもんですから、入るものの量がずいぶん違ってきちゃうんですね。こんな風に。ですからこの底のマチの寸法、これがそのフレームとの関係ですね。これでとても大事だということがわかりますよね。ですからこの底マチはできできるだけこのまあ、買ってきたフレームと同じか少なめ。 まあ多少多くてもいいんですけれども、まあ、それをする必要はないですよねですから綺麗な形にしようと思うと同じサイズの底待ちかそれより少し少なめあんまり少ないと先ほどのようにあの下側から全然安定しないというかせっかくワイヤーのバッグなのにあまりこう開いた時に安定しないっていうバッグになっちゃいますからね。ですから まあ下の方を広げて三角に広げて作る作り方もありますけどそれをしたことでものすごくいい形のものができるかっていうとそうでもないんですねですからこう,こうしてワイヤーのバッグの場合は同じ上のファスナー付けのところのサイズとそこのサイズは同じでいいと思いますそして、まあ、いい形になればいいもんですからこれも大きなバッグで、まあ、使い倒したもんですからちょっとボロボロになってきたんですけども やはり同じようにそこのの形状と似た感じのワイヤーを入れてあります。そしてこのペンシルケースも多分これ 2.5cm のマチだったと思うんですけど5センチのマチじゃなかったかなと思うんですけどあんまりこれあのペンシルケースなのにあんまり広い5センチ5センチだと使いづらいですよね大きな。 まあ蓋をした時にはそんなに大きくならないんですけどこうして開けた時にすごく広いものになっちゃいますもんねですからそう,そういうふうに考えて型紙を起こされるとといいと思い思ますそしてあのさあファスナーのサイズなんですけどもファスナーのサイズはこうしてそのフレームとフレームの圧調であったところにぴったりだとなかなか使いづらいんですね。ですからこんな風に少しだけこう遊び 2センチぐらいとか2センチとか3センチ遊びがあるとそうするとまあ見た目も綺麗だし使いやすいあんまり小さなものはそんなに2センチも3センチもいらないです1センチぐらいあればいいんですけどもまあ多少大きめのバッグですと2センチから3センチは欲しいですねファスナーのサイズを長さですね。もうギリギリですと本当に使いづらいファイヤーがうまく開かないですね。 ですから多少の遊びがあった方がいいですねそしてファスナーのサイズを決めていきます最後にこのワイヤーをあのどんなペンチで切ってるんです特殊なペンチで切ってますか全然切れないんですけどというコメントがありましたけども全然これ100円,100円ショップで売ってるようなペンチなんですねそしてこの根元のところに当てますこのワイヤーを根元のところにしっかり当ててそしてこの持ち手の 下部分をギュッと掴むんです。これでこですから下の部分をしっかり握ればこうしてパチッと簡単に切れますそして印これ印,印つけますよね短い方の印印つけたら印よりちょっと少しだけ1ミリぐらいに,上右,に右に外側にこうしてベンチを当ててこうして曲げますそうしますとまあまあきれいな。 フレームができますねこんな風うに、まあ、いろいろあのやってみましたけどこんなことであの皆様のこれからお作りになるものの参考になるんでしょうかね、まあ、これであの解決できればいいかなと思っています。